俺が石井智弘に負けた。それだけだ。ヘビーたちには関係ねえ。最高じゃねえ。あの男すげえな。最高だぜ。絶対いつか食ってやる。いつか。ああ、分かったよな、バカ野郎。ああ、明日にでもやってやる。くそ。くそ。石井智弘選手です。このトーナメント、ジュニアとかヘビーとか騒いでるけど、特にあいつ試合中も言ってたな。でも俺からしたらジュニアもヘビーも関係ねえわ。俺は新日本来る前からずっとそういう戦いしてきたんだ。体の対処は関係ねえんだ。ごちゃごちゃうるせえな。もちろんよ、体の臭い有利不利はあるよ。でもリング上がったら関係ねえんだよ。ここだよ、ここ。要はよ、それを実践すればいいんだよ。おい、本能の赴くままに戦えばいいんだよ。俺らおい、ごちゃごちゃうるせえな。